皆さんこんにちは、こんばんは。ピアセンのキクラゲです。今回はあの大人気 YouTuber さんのナムさんのゲーム散歩企画を参考に丸々と行くピアニスト散歩を行いたいと思います。まずゲーム散歩企画について紹介させていただきます。いろんな方にゲームをプレイしていただいて、人によってこんなにも世界の見え方が違うんだをみんなに発見し共有する動画になっております。YouTuber さんのナムさんに今回の企画について連絡をさせていただいたところ、心よく承諾いただきましたので、ピアニスタ公式でもゲーム散歩企画を行いたいと思います。今回は社内一の旅行愛好家である旅人さんをゲストに呼んで、旅行愛好家と行くピアニスタ散歩企画を行いたいと思います。旅行愛好家の旅人さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー、ありがとうございます。旅行好きという話は社内で有名なのですが、何カ国に行ったことがあるのですか？本格的に行き始めたのは10年ほど前で、その時に世界一周の旅に出て、まあ、会社辞めて、それからちょくちょくと行ってる感じですね。いやー、すごいですね。世界一周とかってもう本当に世界一周ですもんね。もうそうですね、自分では考えられないので本当に尊敬しております。今日は旅人さんに過去現在販売しているガチャのアイテムと実際に旅行先で見た景色が一緒なのかを語ってもらおうと思っております。もし旅行先で起きたエピソードなどもあればお話し聞きたいです。はい、了解です。では私の方でいくつか海外をテーマにしたガチャをピックアップしました。ちなみにここに映っているガチャのモチーフとなった国には全て旅行に行っているとのことです。この中で気になるガチャとかありますか？じゃあこの中だったら神々と美しい川のほとりが気になりますね。ありがとうございます。エジプト感漂うガチャですね。エジプトはどんな国でした？やっぱりエジプトと考えると真っ先に思い浮かぶのがピラミッドで、ピラミッドも本当に近くのホテルとかだったらその窓から見えるような近さにもう遺跡と街が共存しているような形で、すごく印象深いですね。すごいですね。もうホテルから見れるんですね。もう歴史と街が近いって結構魅力的な国かなっていう風に感じました。アイテムでアヌビスや壁画のような古代文明の英知があるのですが、実際にこちらも見たことってありますか？アヌビスとかだったら、まあ、ガチャのアヌビスまんまではないんですけど、まあ、その頭がアヌビスの形になってる、いわゆる皆さんが想像するようなアヌビスであれば壁画に描かれているのを見たことがあります。あ、もうじゃあ実際に壁画とかも？あ、そうですね、はい。あ、じゃあ両方とも見たことがあるってことなんですね。はい、アヌビス可愛いなと思ってたので実際見れるの羨ましいなっていう風に思っておりました。まあ、壁画もですね、映画とかでよく見たことがあったので、実際に見るとどんなのかなと思ったんですけど、ピアニスタのアイテムだと屋内にあるイメージなので、おそらくピラミッドの中の壁画をイメージしたのかなと思いますけど、例えばいろいろ屋外にあるような壁画とかもあって、いろいろ神殿巡りとかも面白かったです。なるほど、ありがとうございました。他気になるガチャはありますでしょうか？旅する猫とオールドタウンが気になりますね。ありがとうございます。このガチャもアイテムがすごい綺麗なガチャとなっておりまして、おそらく多分こちらヨーロッパですよね。実は私もヨーロッパのフランスには行ったことがあるので、ボーイミツガールのアイテムの再現度に驚いていました。ヨーロッパで高台通りからの眺めのアイテムのようにこんなに美しい景色が見れる場所ってあったりしますか？そうですね、結構自分は街のを見渡すようなところに行くのが好きで、まあ、高台だったり塔だったりを登ったりはするんですけど、ヨーロッパっていう風に広い考えになると、例えばブダペストの城からの眺めだったり、ポルトガルのリスボンの塔からの街並みだったりとか、かなり有名ですよね。今のワードでポルトガルしかわからなかったんですけどもなるほど、あ、やっぱりこうやって美しい景色が見える場所ってあるんですね。街ごとに千差万別でいろいろあると思います。羨ましい、いつか行ってみたいなって思います。またなんかこんな景色が見れたらもう本当に自然と涙とかも出てきそうですよね。そうですねちなみにトランクケースのアイテムでまとまらないトランクっていうアイテムがあるんですけども、旅行の際にこれは必ず持っていくみたいな必需品とかってあったりしますか？実はそんなになくて、はい、基本的には
パスポートとお金と、まあ、あと着替えぐらいがあれば、まあ、あとは本当にどうとでもなるっていうような結構旅行をしてきたので、はい、まあ、実際パスポートをなくしても2週間あればどうにかなるかなみたいな、そんな軽いノリでやってきてます。あ、なるほど。じゃあもうこのアイテムとは真逆のもうまとまったトランクみたいな形でいつも出発されてるってことですよね。そうですね、スカスカのトランクですね。スカスカいいですね。ありがとうございます。本当にそうなんですね、結構少ない荷物でも行けるんですね。逆に帰りはお土産買っちゃってパンパンになっちゃったりしますけど。あ、なるほど。最後がまとまらないトランクになるみたいな、はい、帰りが。なるほどですね。ありがとうございます。では次が最後になりますね。その他で気になるものってありますでしょうか。砂の国の守り人です。おー、ありがとうございます。こちら現在販売中のガチャとなっております。こちらは砂漠がもう本当印象的なガチャですよね。最近ドラマで砂漠のシーンを見まして、実際の砂漠がどんな感じか気になっていたんです。実際に行った感想はどうでしたか。どこまでを砂漠っていうのが結構難しいと思うんですけど、まあ、さっき言った、エジプトの周りの砂漠だと皆さんがイメージする通りの砂漠なのかなと、まあ、その砂しかなくて、まあ、本当に砂丘があって足が取られてっていう、まあ、まさしくそんな感じの砂漠です。で、自分が行った場所の、まあ、砂漠ってついてたりついてなかったりするんですけど、それは、まあ、荒野プラス、まあ、砂っていうような形で何もないんですけど、結構イメージとは違うような砂漠も結構多いですね。砂漠って言ったらもう本当に過酷な環境というか蜃気楼が見えまくりのみたいなイメージが多いんですけど、ではない優しい砂漠もあるみたいな形ですよ。まあ、ちょっと優しいかどうかは自分ではわからないですけど。鳥取砂丘には私行ったことがあるんですけども、鳥取砂丘はもう本当に優しい砂漠というか絶対迷わないって形なので、本当リアルの砂漠とは全く違うっていうのが分かりました。で、こちら聞いた話なんですけども、砂漠って気温の変化とかもすごいんですか。例えば夜は寒くて昼は暑いみたいな。エジプトで自分が行った時は街のすぐ外が砂漠なせいかそこまででもなかったって感じですね。まあもちろん半袖で過ごしたら寒いかなとは思うと思いますけど。寒かったんですか。そうですね、半袖では寒いとは思います。まあ、ただ他に別の砂漠にも行ったことがあって、そこはそのアタカマ砂漠っていう結構天文台とかで有名な砂漠なんですけど、まあ、そこで、まあ深夜初の星を見るツアーみたいなところに参加して、はい、まあ、その時で深夜はまだ良かったんですけど、まあ、明け方は本当に冷えて。なるほど。では今ガチャのアイテムでもある通り、広き大地の守り人や佇む旅人のような、暑い時には風通しの良い服になって寒い時にはがっつり体を守れるような、そんな服が砂漠では理想的かもしれませんね。本日は旅人さん、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。実はですね、来週さまざまな国を旅した旅人さんにアートグラフを作っていただこうかと思います。こちらもぜひ見てください。では次の動画でお会いしましょう。ピュア線のキクラゲと旅行愛好家の旅人でした。ありがとうございました。